独裁的捜索はいらないのだ。その辺が結論になる。衝突回避の方法がない。独裁的捜索じゃなければ、あとはクオリティの問題だ。そうなって初めて技術が意味を持つわけだが、そのためには依頼が必要だが、彼を殺して、それは多く悪い。善である場合もあるだろう。ただ、人間に判断できるか、というと、明確には難しく。ともかく一旦、依頼を神に預ける。その後、蚊が出ている部分だけを、形にしていく。私が依頼したのは、ここで、依頼主の思惑とは、ちょっと異なる場合が出る。狭間にある、神、こそが、本来の依頼主だ。その神の依頼は正しいのか、そもそもその神は本当に神様か。信仰の問題では、ある。平等であり公平、強奪連鎖の起きない環境。プラスマイナスゼロを常に目指し続ける、それ、は。確かに宇宙を安定させる。